アニュエル・ロメロ・エルナンディスは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。千葉ロッテ・マリーンズ所属。NPB での登録名は、エンリー・ロメロ。2008年6月2日にタンパベイ・レイズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリングーグ・レイズで、プロデビュー。10試合に登板して1勝0敗。 防御率2.7620奪三振の成績を残した。2009年はルーキー級ガルフコーストリーグレイズでプレーし、11試合に登板して2勝4敗、防御率4.8133奪三振の成績を残した。2010年はまずアパラチアンリーグのルーキー級プリムストンレイズでプレーし、13試合に先発登板して4勝1敗。 防御率1.9572奪三振と高騰。9月に A-9 ハドソンバレーレネゲーズへ昇格し1試合に登板した。2011年は A 級ボーリンググリーンホットロッズでプレーし26試合に先発登板して5勝5敗。防御率4.2640奪三振の成績を残した。2012年は A 級シャーロットストーンクラブズでプレーし、 25試合に登板して5勝7敗、防御率3.9307奪三振の成績を残した。6月にはオールスターフューチャーズゲームに選出。オフの11月20日にレイズとメジャー契約を結び40人枠入りした。2013年3月11日に AA 級モンゴメリービスケッツへ移動し、そのまま開幕を迎えた。 AAQ モンゴメディでは27試合に先発登板して11勝7敗、防御率2 7 6 1百0奪三振の成績を残した。6月には2年連続でオールスターフューチャーズゲームに選出された。9月にトリプル AQ ダーラムブルズへ昇格。9月2日のノーフォークタイズ戦では8回を4安打、無失点に抑え、ワイルドカード争いの最中であった9月21日に、 メジャーへ昇格。9月22日のボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビュー。4.2回を1アンダム失点4死球に抑えたが勝ち負けはつかなかった。この年は1試合の当番にとどまった。2014年3月8日にトリプル A 級ダーラムへ移動しそのまま開幕を迎えた。6月には3年連続でオールスターフューチャーズゲームに選出された。 この年はメジャーへ昇格することなく、トリプル A 級ダーラムで25試合に先発登板して5勝11敗、防御率4.50117奪三振の成績を残した。2015年は2年ぶりにメジャーのマウンドに登板。この年は23試合に登板したが、0勝2敗、防御率5.10という成績に終わった一方、30投球回で31個の三振を奪った。 2016年は52試合にリリーフ登板したが防御率は悪化して5.91まで上昇。自慢の三振脱出能力では脱三振率を9.9まで上昇させた一方支球を出す率も悪化して余死給率5.5となった。9月10日のニューヨークヤンキース戦では8回裏虫2.3塁の場面でゲイリー・サンチェスに小石球を与えようとしたが 誤ってストライクゾーンに近いところに投げてしまい、犠牲フライを許した。2017年2月7日に、ジェフリー・ロサとのトレードでワシントン・ラショナルズへ移籍した。開幕前の2月8日に第4回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。迎えたシーズンでは53試合リリーフで投げ、2勝4敗、防御率3.56を記録、脱三振率は、 初の10.0超えの10.5を記録した。2018年は、初めの2試合の登板で2回、自責点3、防御率13.50と振るわず、4月7日に DF となった。2018年4月14日に、ウェーバー工事を経て、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。移籍後は2試合に登板したが、4回を投げて、被安打7、よし93という内容に終わり、 パイレーツはディエフェにしようとした。しかし、左肩の故障が発覚し、ディエフェではなく、故障者リスト入りとなった。その後、6月12日に A プラス級で、実戦復帰し、6月20日にはトリプル A 級に昇格したが、メジャー復帰することはなく7月2日にディエフェとなった。2018年7月5日に、ウェーバー工事を経て、カンザスシティロイヤルズへ移籍した。 7月21日にディフェとなり、24日にマイナー契約で参加のトリプル A 級をマハ、ストームチェイサーズへ配属されたが、同日中に自由契約となった。2018年12月3日に、単年5000万円プラス出来高払いで契約を締結したと発表した。森重和 SD は、ガルシアに匹敵するくらいのボールは、間違いなくあると思う。 現場が一番必要とする左投手で候補は何人かいたが、それなりのものはあると述べた。なお、当初は同年13勝を記録したオネルキガルシアを残留させようとしていたが、条件面が折り合わず残留交渉が決立し、その代役として獲得に至ったという経緯がある。2019年は開幕から先発ローテーションの一角として起用され、4月4日、 対広島東洋カープ戦で6回3安打、無失点の高騰を見せ、来日初勝利を記録した。最終的には8勝10敗でシーズンを終えた。10月25日に残留に合意した。2020年は先発ローテーションの軸として期待されたが、2月29日の広島とのオープン戦で、左肩の違和感を訴え、緊急降板。 左肩トゲカ筋付着部の炎症と診断された。本人の希望でアメリカで再検査を行うことになり、3月10日に左肩関節クリーニング手術を受け、ドミニカ共和国でリハビリを開始した。同年のレギュラーシーズンに復帰することなく終わり、11月8日に翌年の契約を結ばないことが球団より発表された。2021年1月15日。 ロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ。4月4日に FA となった。2021年4月5日、メキシカンリーグのティフアナブルズと契約した。2021年6月16日、千葉ロッテ・マリーンズと契約合意したことが発表された。単年契約で推定年俸3000万円。7月26日に来日し、待機期間を終えてチームに合流。 2軍での調整登板を経て8月22日の対福岡ソフトバンクホークス戦で遺跡後初登板初先発を果たした。9月5日の対北海道日本ハムファイターズ戦では7回7安打9、脱三振1失点、127球の熱投で遺跡後初勝利を挙げた。愛称はカタンガ、サウスポーのパワーピッチャーであるが、私生活では右利きである。 元々野球を始めた頃は、両投げ右打ちとしてプレーしていたが、10歳の頃に、左手で投げた方が強い球を投げられることに気づき、それ以来、投球は左投げに固定した。したがって、現在でも左投げ、右打ちである。ロメロが右利きであることは、母親も、プロ入りしても、しばらくの間気づいておらず、たまたま自宅にいる時に、 ロメロが右手で字を書いているのを見て驚いたという。オーバースローから最速球速99.3マイルパワー、平均96マイルパワーの速球を中心に、決め球である平均89マイルパワーの高速スライダーと平均84マイルパワーの縦スライダーを使用する。2015年までは85マイルパワー程度のチェンジアップも使用していた。 メジャー通算の対左比オーバ三は380であるのに対し、対右比オーバ二は295となっており、左投手でありながらも右打者を得意としている。中日時代は先発投手として起用されていることもあり、ほぼリリーフだったメジャー時代ほどの球速は出さないが、それでもストレートは常時時速 150km を超え、最速は時速 157km に達する。 投球の8割がストレートを占める。変化球はカットボールとスライダー、チェンジアップを持っている。ロッテ時代はストレートの割合は若干減少し、スライダー、カーブを織り混ぜたピッチングスタイルを展開している。NPB、ありがとうございます。